期、シーズン途中までドジャースの大谷翔平と本塁打王争いを演じた、ホワイトソックスのロバート・ジュニアがトレード候補に上がっていると、米複数メディアが報じている。彼のこれまでの全体的なパフォーマンスから、特に2023年の実績から、エリート中堅手になる能力があることは分かっている、と言及した上で、候補の一つにドジャースが上がった。ドジャースはここまで、ベッツや大谷、フリーマンらが予想通りの活躍を見せている一方で、その他の状況はあまり良くなく、中堅はこのチームの弱点の一つと言及した。しかし、ロバート・ジュニアの故障率が多いなどの欠点についても触れ、ホワイトソックスがトレードの見返りとして質と量を求めるのであれば、このオファーでは期待に添えないだろうとも見ている。外野の補強を行うなら、オニールとカファムみたいな今季限りでフリーエージェントになる選手でいいんじゃないかなと思うんやが、わざわざ来季以降のスカッドとペイロールを必要とするような、ロバート・ジュニアやアロザレーナをドジャースが必要とするとは思えないかな。仮に二人を必要とするなら、現状ヘイワードとテオスカーがオフにフリーエージェントになるから、オフにトレードで獲得の方が現実味はありそう。ドジャースの外野陣は迫力不足だから、ルイス・ロベルトやアロザレーナなんかの、今季は低迷してるけど優秀な選手たちの名前が上がるのは当然よな。ホワイトソックスは結構、かけてくるから、常識外に高いと見送るやろね。ドジャースに今必要なのは、荒井強打の外野手よりも、強打力はそこまでいらないから率を残せる、ショート含めたない外野のユーティリティだと思う。ロベルトならまだオニールの方がいいと思うで。どちらにせよ正直一発の魅力より、打者なら今のドジャースはボールをよく見れて率残せる方がいいような。外野手よりショート取って、ベッツ外野に戻した方がメリット多い気がするんだけど。ブルージェイズからディセットを取って、ショートのベッツをセカンドに回してやらないと、ベッツの送球エラーが多すぎて、打撃にも影響が出とる。ロバート・ジュニアは去年は良かったが、今年はさっぱりだ。補強で取るのに打率1割台ではいらんやろ。